思います。スタジオにレッツゴー。スタジオに来ました。じゃあ実際に使っていきたいと思います。こんな感じです。いつも使っているマイクとズームの AY-X4 を接続しました。接続完了。すごい簡単だった。なんといつも使っているマイクを直接このエフェクターにつなぐケーブルがついてるんですよ。だからサックスとかバイオリンとかトランペットとかマイクでエフェクターをかけて演奏することが簡単にできちゃうんです。今までなかったって感じ。すごーい。すごいたくさんのプリセットが入ってて操作も結構簡単なんだよね。この40番台のところに結構サックスのパッチが入ってました。トランペット雅楽とかすごい面白いのがあったりとか、そしてこの45番からはサックスのプリセットが入っていて、こういう風に切り替えることができます。では実際に音を出してみたいと思います。まず48番のサックスマイレディってやつを使ってみたいと思います。すごい、なんか1オクターブ下の音が出ててすごいかっこいい感じ。次は49番のサックス WF1 ってやつを使ってみたいと思います。あ、すごい、なんかギターとかのワウみたいな感じ。これいいですね。1個はやっぱり使うならこれぐらい派手な方がいいかな。表現の幅が広がるって感じだよね。で、しかも自分好みのエフェクターをかけることができるんですよ。で、ゆっこもちょっと作ってみました。59番にこのゆっこっていうプリセットを作ったんですけど、これがですね、ここで中身を見てみます。こっちこんな感じ。まず1個目はコンプ、2番目はサックスのワウ、そして3番にピッチシフター、4番にディレイをかけてあります。5番はプレートリバーブで、それがどんな音かっていうのをちょっと演奏しようかな。すごーい。もうなんかサックスじゃないみたいだよね。でもなんかギターとかそういうのともまた違う感じするし、サックスでしかできない表現なんだけど、今までできなかった表現がこうなんかいっぱい足されて、すごいヤバメロって感じ。ミラクル星に行けちゃうって感じですね。そんな感じ。しかもですね、リズム機能までついてるんです。すごい。だからいろんな練習もできるって感じ。このリズムってとこを押して、ここをプレイ、こういう感じで、こっちでストップ。
って感じなの。しかもいろんなリズムパターンがあってとか、ここで調節できるよ。今ファンクでしょ、フュージョンでしょ、ジャズファンク、ここでテンポを選ぶことができるよ。今120なんだけど、もっと速く、ほらこんな速くなったりとか、ここで調節できるから、いろんなテンポで練習できるよね。すごい。じゃあなんか試しに演奏してみようかな。できちゃうんです。すごい。では実際にやってみたいと思います。じゃあ最初はベースって感じの音を取りたいなと思うので、1オクターブ下げた状態で音を取ってみたいと思います。できるから管楽器奏者の皆さん、ぜひ試してみてね。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくね。ゆっこミラーでした。